こんにちは、松原ゆうきです。120秒でインタビュー、今日は中島アナウンサーにお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、新人時代の失敗談をお聞きしたいと思います。ほう、何かありましたか？新人時代、梅雨前線を梅雨前線って無意識に読んだことと、あとはお隣事件。お隣事件、はい、ちょっとラジオでやっちゃいまして、あの前の会社はニュースの運行とかを飛ばさないためにみんなキッチンタイマーを持ってたんですよ。で、担当の人は自分が終わったら次の人に渡す。なんでかそのキッチンタイマーを私ラジオブースに持って入っちゃって、しかもセットしてあって、放送中にピピピピッって上司にすごく怒られまして、でそれはもう持って入らないようにしました。今度あのステンレスの水筒を持って入ったらマイクの横にあってカーン以上ニュースでした、カーンってなってまた怒られたという、そういうことがありました。ありがとうございます。お気をつけください。はい、今日の教訓で締めてください。今日の教訓、マイクの周りには音の鳴りそうなものを置かないようにします。はい、はい、結構置いてますもんね、ステンレス。そうですね、気をつけましょう。気をつけます。ありがとうございました。ありがとうございました。